僕の方からお話しするのが、実績がなくて不安な先生、開業直後の仕事の取り方というテーマについてお話をさせていただきます。まあ、その前に簡単に僕の自己紹介からさせていただくと、今、僕があの店舗専門の財務コンサルタントとして活動しています。もともとのキャリアというか、どういうことをしていたのかというふうに言うと、も、えー、ともと大学を卒業した後、メーカーで 部品メーカーで営業、法人営業で、ずっと車メーカーですね、自動車メーカーに対してルートセールスを行うっていうような仕事をしてました。で、前職は全然違うキャリアなんですけど、ただ、ずっと独立がしたくて、で、働いてるときに行政書士の資格を取って、えー、ちょうど資格を取ったのは26歳の時だったんですけど、26歳にして、えー、行政書士の資格を取って、もう経験ないまま即独立みたいな形ですね。 もう資格取ってすぐ独立しまししたで独立して最初は、まあ、かなりあの売り上げもあの上がらず苦労してたんですけど、まあ、ありがたいことにあのだんだんと相談件数とかお客さんの数も増えてきてで今では年間200件融資相談いただいてで融資のサポートをしててずっと融資のサポートをしてた経験から、えー、財務のコンサルという形で今毎月訪問の顧問という形で えー、特に店舗系の企業さんですね、企業さんの資金繰り改善というテーマで、えー、顧問として入って活動してます。でまあ、僕自身がもともと、まあ、全くキャリアのないところから、えー、即独立をしたと。で今も独立して、まあ2020、2020年の8月に独立をしたので、えー、開業しあとあ、ごめんなさい、2022年の8月に開業したので、開業してから1年の3か月ですかね。 なので、今日話す先生たちの中でも、あの、まあ、歴としては浅い方なのかなとは思うんですけど、まあ、だからこそ、あの、これから開業しようって思ってる方とか、あとは開業して間もないっていう方、そういった方に役に立つような話ができればなと思ってます。で、まあ、もうちょっと経歴のところ、詳しくお話しさせていただくと、まあ、もともと2018年の4月で、えー、っと、営業として、 法人向けの営業をやっててで、資格を取って、2022年の8月に即独立っていう形だったんですけど、まあ、最初はなかなか全然思ったように仕事が取れず、まあ、それもそうで、経営者の知り合いなんか一人もいなかったですし、そもそも自分に何の強みもない、まあ、なかなかあのさっきの五十嵐さんの話だった、あの選ばれる理由言語化っていうのも全然最初できなくて、もう自分に強みも何もないし、選ばれる理由なんてないよみたいな感じ、ずっと模索してた日々だったんですね。 で万能上、なかなか仕事が取れずに、まあ、8月に独立してから、まあ、半年間ぐらいは、なかなか売上的にも厳しい、まあ、そもそも生活費すらなかなか稼げないみたいな日々もありました。で、タイミングとしては、大体起業して半年ぐらい経った頃からですね、2023年の2月から、まあ、だんだんと事業が軌道に寄ったというか、この頃から月賞が50万円ぐらいをこくようになりました。で、まあ、この頃は、単発のスポットの 融資の支援ですね、融資サポートの件数のが増えて、えー、まあ月賞があの50万を超えてきたとで。そこからしばらくして、今度、企業向けの財務コンサルのコモン件数ですね、こっちはあのー、ストック型というか、毎月一定のお支払いをいただけるというような契約なんですけど、こういった案件が増えて、まあ、月賞が100万円をまあコンスタントに超えるようになったとっいうような背景ですね。 だいたい融資のサポートは1件の単価がだいたい20万円ぐらい。で、まあそこで、まあ、月3、4件ぐらい受けてるっていう中、まあ3、4件ですね。で、そこに財務コンサルの、まあコモン契約なんで、毎月入ってくる収入として、まあコモン契約が1件15万で受けてるんで、まあ3社取ればそれだけで50万ぐらいになるんで、そこ合わせて100万円、月100万円ぐらいが、えー、毎月コンサルに上げられてるっていうような状況になったっていう経歴ですね。 見ていただくと、まあこれ、最初全然仕事が本当に取れないっていうところから、まあ、どうやって、まあ月賞が50万円っていうところ、これになったのかっていうところ。で、次、その後ですね、まあどうやって、えー、財務のコンサルの、えー、件数が増えて、月賞100万円にこれになったのか。このあたりを、えー、今日はお話しさせていただければと思ってます。で、そもそもなんですけど、 あの僕自身、開業直後にどういうことを悩んでたかっていうと、これですね、まあ、実務経験がないままで、で実績もないまま、もういきなりきもう半ば勢いみたいな感じで独立をしてしまったので、もう最初の方実績はなくて、もう全然あの、その頃にはもう有志の、有志専門でいくってことは決めてたんですよ。獅子塾にも入って学ばせてもらってて、まあ、とんがりポジショニングだって言って、じゃあ、有志専門で行こうと思って、有志サポートで押し出してたんですけど、まあ、なかなか仕事が取れないんですね。 まあ,ありがたいことに、あの、それこ、獅子塾で学んだような、とんがりポジショニングを使って、まあ、交流会とかに最初の方、ガンガン参加して、で、飲み会ももう週5、6ぐらい、飲み会にも経営者の飲み会にも行って、どんなアピールしてたら、相談は来るんですよ。で、相談はいただけるんですけど、全然そこから仕事につながらなかったんですね。で、まあ、仕事がないから実績がつかない。もう、この負のスパイラルですね。もう、実績つかないから仕事取れないのに、仕事取れないからえ実績つかないっていうような。 こうした状況が続いてましたと。でこれ、ライバル見てると、まあ、融資コンサルのライバルって結構すごい方ばっかりで、まあ、元銀行員ですとか、あとはやっぱ税理士さんなんかも強いですよねで。皆さんやっぱアピールするのが、まあ、融資件数何件ですとか、僕も今でこそ言ってるんですけど、まあ、融資件数あのサポート件数何件ですとか、調達額いくらですよとか、成功率何パーですとか、そういう話をしてるんですけど、なかなか僕も当時、打ち出せるものがなくて苦しんでたと。 まあ、多分皆さんこういう経験というかこういう悩みある方いるんじゃないかなと思います。まあ、もしいらっしゃったらあのぜひあのスタンプかなんかをしてもらうと僕も嬉しいです。で、それが、まあ、開業後、半年ぐらい経って、まあ、仕事が取れるようになってきてから、また別の悩みが出てきたんですね。で、その悩み何かというと、まあ、今度スポットの融資の仕事が、まあ、ある程度増えてきたんですよ。また何で増えたかお話しするんですけど、増えてきた後、今度あの、顧問契約、財務のコンサルとしての顧問契約が取りたいなって。 思ったんですねこれ、事前対談でタジリンさんと話をしたんですけど、やっぱスポットの仕事だけだと売り上げも安定しないですし、まあ、メンタル的にもしんどいと。なんで、顧問としてのコンサル契約を取りたいと。ただ、やっぱ同じですね。実績がなくて、コンサル契約は取れない。で、また負のループで仕事がないから、えー、実績がつかないという。まあ、こうした負のループに陥ったわけです。で、じゃあ、これ、どうやって乗り越えたのかっていうところを、今日はお話をさせていただきます。 で、まあ、先にちょっと失敗事例からお話すると、まあ、これ、よく、本当よくある営業の失敗事例だと思うんですけど、まあ、例えばこれ、こ初回面談でいきなりサービスの説明をしている方とか、まあ、いきなり会社案内とか、チラシを渡す方とか、まあ、例えば、見込み客に会って商談をしたとき、1回目の商談でですね、いきなりうちの強みはみたいにプレゼンしてませんかとか、といきなりこの説明したり教えるとか、あちょっとここがだめでみたいなことから入ってませんかとか。 やった方がいいってご利用してませんかとか。まあ、あの、最初の方で、それこそ、とんがったポジショニングで交流会とかたくさん行ってれば、あの、相談は増えると思うんですね。で、その後、相談を受けてる時に、皆さんどうやってますかっていう話で。まあ、こういうふうなや,られ,やられてる方は結構多いと思うんですよ。僕自身もこういう営業かなり受けるんですよ。で、確かに最初はやってたなと。うちの会社案内みたいな、私でやってたなっていうふうに思うんですけど、 ただ、特にね、実績がないうちって、こういう方法だとなかなか仕事取れないと思うんですね。僕もこれで失敗しました。まあ、こういう方法でうまくいく人って、多分よっぽど、まあ、実績があるとか、強みがあるとか、そういった人だったらまだしも、まだサービス自体も弱い方、開、まあ、業同士でサービスも弱いっていう方は、こういう方法やっても仕事取れないと思うんですね。まあ、それこそさっきの,あの原田さんの話で、まあ、本出してない人、どこの馬のほだっていう話があったと思うんですけど、 まあそううだと思うんですよ、実績も経験もない新米の資料とかコンサルが、まあ、うちの強みはとか、弊社はみたいなあの、そういったプレゼンをしても、いや、本当かよ、できんのかよっていうふうに思われて、だいたい僕もこういう話をすると、で、実績どうなんですかって絶対聞かれるんですね。もうこの質問がすごい嫌で、実績どうですかって聞かれると、もうあ、ちょっと実績はまだなくてみたいな感じで、もうごにょごにょするしかなくなって、そうするとやっぱ仕事って取れないんですね。 じゃあどうやって開業当初を実績ないうちに仕事を取るかっていうと、僕、ここに気づいてから仕事が取りやすく、まあ、選んでもらいやすくなったんですけど、これ何だと思いますかお客さんが資料コンサルのサービスを選ぶときに、何で選んでると思いますかこれあの、お客さんが僕らのサービスを選ぶときって、別に実績で選んでるわけじゃないんですよ。実績でも大事ですけど、実績で選んでるわけじゃなくて、 これ期待感で選んでるんですね。あ、ちょガイドさん志って書いていただきますね。そうですね。期待感で選んでいただいてるわけです。で期待感何なのかっていうと、まあ、この人ならちゃんとやってくれるだろうとか、あとはこの人に頼めば理想のゴールにたどり着けそうだとか、そういった期待で買ってくれるんですよ。で、ここに気づいたらすごい受注がしやすくなりました。で、 じゃあどうやったらそういう期待感が高まるのかっていうと、この期待、期待感を高める方法っていろいろあると思うんですね。で、その一つがやっぱ実績とか口コミとか、そういうのもかなり大きな要素としてあると思います。あとは強み u s p 選ばれる理由とか、そういうのも期待感を高める要素としてあると思うんですけど、ただ、こういったことって開業初期ってなかなか持たれてないですよね。それこそ僕も獅子塾で学んだもの、学んでるものの、ただ、聞く、 選ばれる理由とかも学んでる中でどんどん実践を試す中でブラッシュアップして、で、やっとこれだっていう光るものができてくるっていうようなイメージなので、最初からいきなりこの100点満点のこの強みとか s p もなかなかないと。で、実績も当然ないと。じゃあ、こういったものがないと期待感高まらないのかっていうと、実はそうではなくて、期待感を高める方法って他にもあって。例えば提案内容とか、あとは人柄とか誠実感とか。 まあそういった実績とかそういうもの以外にもお客さんの期待感を高めて選んでもらう方法っていうのは全然あるんじゃないかなと思います。じゃあここから、あのー、じゃあそんな僕が実績がないときに、えー、どうやって期待感を高めて選んでもらったのかそこをお話しするんですけど、まあ、実績がないときにどういうふうにやってたかっていうともうシンプルです、これだけです。 あの時間をかけて、お客さんの悩みを探って、とことんお客さんベースで考えて、お客さんの悩みを探って、で案件ごとに、お客さんの個別の今の悩み、プラス理想の姿、ここにフォーカスをした提案をした。もうこれだけですね。で、まあ、実際どんな手順かというと、僕はあの商談するときは最初の方二2回商談してたんですよ。1回目の商談はとにかく聞くに徹して、2回目で決めるっていうような。 2回セットで相談したんですけど、1回目の面談の時に、まずお客さんが何に悩んでるか、プラスどんなゴールを目指しているか、ここを徹底的に探って、で、2回目の面談で、そのお客さん固有の悩みとお客さん固有のゴール、ここにピンポイントで刺さる提案を行った。こういった流れで、えーま、実績がない中でも選んでいただくということができましたで。ここまでがちょっと抽象度の高い話だったので、 ここから具体的な話に移します。実際に僕の事例をお話ししながら、まあ、今言ったことを実際具体的な話に落とし込むとどういうことかっていうのをお話しさせていただきます。ま,あ、まず開業直後ですね。開業して、それこそ半年間の間、開業して半年間ぐらいの間、まだ月賞が50いかないぐらいの時ですね。頑張ってゼロ,ゼロベースから仕事を取ってたという時。で、この時は有志のサポートの案件を徐々に増やしてたんですけど、まあ、 1>, 1回目の面談交流、最初は交流会とかに参加して、あと飲み会とかですね、で、融資やってますってずっと言いまくって、そしたら相談は、まあ、融資なんて特にお金の悩みってニーズが高いんで、あのー、相談自体はいただけるんですよ。で、そこで相談きた後、どうやって選んでもらうかっていうと、まず1回目の面談でお客さんは何悩んでるか、どういうゴールを目指してるか、ここを徹底的に探りました。まあ、基本的にはお客さんの話を聞く中心ですね。 大体、だいたい融資のサポーターとも、これ、個別にお客さんごとに全然悩みは違うんですけど、例えば未経験の業種で創業して融資を受けたいと。で、業界のことを学んでるものの、まあ、未経験なんで、あの融資を受けられるから心配なんですよ、みたいな。聞いていく中で、お客さんが一番気にしてる悩みっていうのが分かってくるんですね。この人はもう未経験というところから引っかかって、まあ、未経験でも融資を受けられるのかなっていう、そこが気になってると。で、まあ、ゴールとして描いてるお客さんの理想の姿は何かっていうと、 まあこの方の場合だと600万円何としても調達したい。ということが、これを1回目の面談の中で明らかにしてあげるんですね。で、2回目の面談でその悩みとゴールにピンポイントで刺さる提案を持っていくっていう。まあ、具体的に話すと、どうやったかというと、僕は最初、まずあの融資の実績がなくて、サポート件数もなくて、もう自分の融資は受けたんですけど、自分の融資だけっていう状態。で、どうやったかというと、まず金融機関との人脈を作ったんですね。 で金融機関の方にいつででも相談できる環境を作ってで1回目の面談でお客さんの悩みとゴールを聞いた上で、あちょっとじゃあ持ち帰りますわとで持ち帰って、また改めて打ち出しましょうっていう形で持って帰って、その間に金融機関の方にひたすら聞いたんですよ。でこういったお客さんで、まあ、未経験なんです未経験なんですけど、これううこれ,こ,れこういうことをやってて、でなんとか今600万ちょっしたんですけど、どういったにあに計画書とか書いたらいいですかもう正直に金融機関に相談してたんですね。で それを踏まえて2回目の面談でお客さんに、まあ未経、お客さんの場合、まあ、未経験なんで、確かにこう,いうこ,うこ,うこういうところはネガティブに移るかもしれないですと。ただ逆にこういうところはプラスに移るので、そこを事業企画書の中でアピールして、なおかつ未経験のところ、ここは、えー、これこれこういう方法でカバーしますという内容、ここを事業企画書の中に書いていきましょうと。で、ちゃんと資金使途というかあの、お金の使い道なんかもこういうロジックで示せば、まあ、600万の融資というのは可能性あると思いますよ。 まあ実際に僕の金融機関の方にも相談して、えー、可能性あると思いますっていう形で、お客さんの、あくまでもお客さんの悩みとゴールを起点に説明を行ったんですね。で、最後に、まあ、これ、まあ、自分でもしご自身でや,るや,あのやられてもいいですし、こっちでサポートすることもできるんですけど、どうしますかっていうと、大体の方は、あのあじゃあお願いします、多分8割ぐらいの方は言ってくれますね。っていうで、このまあお客さんの悩みベースで、 2回の打ち合わせで提案を行ったんですけど、この中で、僕、1回も自分の強みとか、実績はどうでとかって話をしてないんですよ。相談の中で、強みなんですかとか、実績なんですかって1回も聞かれなかったんですね。もうこれ、最初にだめな例で見せた営業方法でやってたら、いや、御社の強みなんですかとか、実績どれくらいあるんですかとか、そういう質問されてたんですけど、ただ、お客さんの悩みとゴール起点に話をしてたら、実績はなんて1回も聞かれないんですね。 でさらにすごいのが、これ、競合がいても選んでもらえるんですよ。例えば、このケースとかだと、顧問の,の税理士さんがあの、うちならもっと安い報酬で融資のサポートやるから、もう他に頼まなくていいよみたいな、そういうケース結構あるんですけど、こういった場合でも、僕の方に選んでもらえ,るもらえたんですね。で当然、その顧問の税理士さんでも気が知れてる人と、あとは実績もない、でなおかつその税理士さんよりも価格も高いっていう、僕。 どっち選ぶかって言ったら普通税理士さんかなと思うんですけどでも選んでいただけたんですね。でそれなんでかっていうと結構、まあ、お客さんに聞くとこの税理士さんなんかもあの、まあ、自分でやると失敗するからうちでやった方がいいよって、まあ、それを言うだけで、まあ、お坂部さんの場合ちゃんと自分の悩みにあの提案て丁寧に、えー、提案してくれてだからお願いしましたみたいな話も言ってもらえて。 ただ、こうやって、あの、お客さんの悩みとゴール、ここにフォーカスして提案を行うっていうのは、まあ、特に実績ないうちは選んでもらえる理由になるんじゃないかなと思います。<laughs> ということで、まあ、ちょっと3つのヒントですね、考える上で。これ、皆さんも考えていただきたいんですけど、まあ、目の前のお客さん何に悩んで、今困っているのかということ。あとは、目の前のお客さんはどういったゴールになりたいと思ってるのか。あとは、まあ、そのお客さんの悩みとゴールに対して、あなた何ができますかっていう。 こう考えるとあのヒントになるんじゃないかなと思います。で、二つ目の事例なんですけど、これが開業してから、あの、半年ぐらい経った例、時ですね。で、半年経って、あの月商がそれこそ50万超えるようになったっていう話をさせていただいたんですけど、なんで50万超えるようなコンスタントに超えるようになったのかというと、ジョイントベンチャーが決まったんですよ。で、ジョイントベンチャー、で、僕の場合、フランチャイズ本部ですね。フランチャイズ本部とのジョイントベンチャーがまあ何社かと決まって、 でフランチャイズのこれから加盟したいという加盟店の融資のサポートを全部僕が引き受けるみたいな、そういった状態に持っていけることができて、それもどういうふうにやったかっていうと、どういうふうにやってジョイントベンチャーの契約が決まったかというと、結局のところ、これも同じなんですね。結局、この FC 本部さんと話をする中で、1回目のこの FC 本部との面談で、その FC 本部が何に悩んでるのか、プラザルファどういうゴールを目指しているのかっていうのを徹底的に探ったんですよ。 これ FC 本部の悩みとして、これめちゃめちゃあるあるらしいんですけど、あの加盟店が融資に落ちて商談が流れる。これからフランチャイズに加盟して起業したいっていう方、フランチャイズ本部ってめちゃめちゃ手厚くこう面談やって何回も面談やってサポートをするんですけど、結果融資に落ちちゃって、あの加盟金もらえないよっていう無駄な営業に時間割れちゃったっていうケースが多くて。で、こういうことに悩んでて、ゴールとしては加盟率上げたいとか。 あとは売り上げにならない案件に咲く時間をゼロにしたいというようなゴールが、これ1回目の打ち合わせで分かったと。でそれを踏まえて2回目の打ち合わせで、その悩みとゴールにピンポイントで刺さる提案を持っていた。これがあの実際の2回目のみんなで見せたその協業の提案資料ですね、まあこあ。これ、ちなみにこれ、あので実際ダウンロードできるようにあの特典としてお渡しさせていただくのであの、興味ある方は見ていただいてください。 で何書いてるかというと、これ一緒ですあの。お客さんが抱えてる悩み、現状の悩み。これ、悩みも結局は1回目の打ち合わせで、もう聞き出してる内容なんで、絶対刺さるんですよ。もうお客さん本人が抱えてる悩みそのものなので。で、あとお客さんの理想のゴールですね。どういうふうになりたいか。これもヒアリングしてるんで、もう外さないんですね。絶対刺さるんです。で、まあ、どうやってゴールまで到達するのか。まあ、他にもページはあるんですけど、こういったことが、あの問の部分ですね。 こういったことを提案して、そこから FC 本部とのジョイントが決まって、加、え、盟、ー、店さんの技術の相談が月に、まあ、コンスタントに流れてくるというような、えー、関係に、えー、ならせていただくことができます。ということで、まあ、今回もあの考える上での4つのヒント、皆さんにこれも考えていただきたいんですけど、ま,あ、まずここですね、お客さんの困りごとが解決ということで、そのお客さんの他にも喜ぶ人はいますかっていう、ここが協業できる人のヒントかなと。 思います直接のお客さん以外にも、自分のがお客さんを支援することで喜ぶ方。だ僕だったら、加盟店を支援することで FC 本部が喜ぶっていうような。こういった方が協業先としてのヒントになるんじゃないかなと思います。あとは、じゃあその方。その FC 本部の方は今何に悩み困ってますかその FC 本部の方はどういった理想を目指してますかそのためにあなたは何ができますかこういったことを考えるとヒントになるかなと思います。 で、まあ、最後、3つ目の事例なんですけど、これが開業して半年ぐらい経ってから、これ、こっからがの財務のコンサルの案件をいただけたようになった。まあ、財務のコンサルの案件が月15万で受けてるんで、それがだいぶ今の、あのー、なんていうかこ、あのー、収益の基盤になってるみたいなところなんですけど、これをどうやっていただけるようになったのかっていうと、結局は同じです。1回目の面談で、もうお客さんが何に悩んでるか、プラスどんなゴールを目指してるか。 を徹底的に探りますでもお客さん悩みとしては,やは売上が上がってるのになぜかお金の会社にお金が残らないんだよねとかお金の流れが全然つかめてなくてどんぶり状態でもう急に資金不足が発生するんだとか消費,税消費税急に払うってなってもお金足りないよとかでそれに対してどうなりたいかっていうと例えば会社にお金が残る体制を作りたいとかお金の流れを見える化してそれを経営判断に役立てたいとか。 そういったお客さんの固有の悩みとゴールっていうのが出てくるので、まあ、2回目の面談でその悩みとゴールにピンポイントで刺さる提案を行った。結局やってることとしては全く変わらないですね。ただこういうコンサルとかになってくると、今度お客さんの悩み自体も、お客さんに悩みなんですかって聞いても、こんな明確に喋ってくれないんで、お客さん自身も悩みに気づいてないってことが多いので、そこをうまいこと引き出してあげる。こっちの質問とかで引き出してあげるっていうスキルは必要だと思うんですけど、 ただこういった形で結局やってることとしてはお客さんの悩みとゴールを整理して、そこにピンポイントで提案を行う。これもあのダウンロードできるんですけど、実際のコンサルの提案資料ですね。で、ちょっとごめんなさい。これが本当にお客さんに本当に持ってってるもので、あの、お客さんこう,いうの悩みとかこう,いうのゴールが書いてあるんで、そのまま映にわけにはいかないんで、モザイクかけてるんですけど、結局書いてることは一緒です。お客さんが抱えてる悩み、お客さんの理想のゴール、どうやって達成するのか。 ということを打ち合わせで示すと、お願いしますって、まあ、実績なくても選んでいただけるという、こういった流れですね。で、まあ、開業直近の方に本当に勇気づけたいこと,ことなんです勇気づいていただきたいことなんですけど、あのまあ、強みで、強みが明確で、この実,実績豊富なベテランコンサルが世の中にたくさんいるんですよね、競合で。で、そういった方とあの、まあな、なんていうか、そういうベテランコンサルの方に対して、 この新人コンサル、例えば新人コンサルだとしても、本当自分が悩んでたこと、自分のここだ、まさにこれっていう悩みをピンポイントでついてくる新人コンサル、どっちが選ばれるかって言ったら、これお客さんにもよると思うんですけど、新人コンサル選んでる方、選んでくれる方もいるんですね。なんていうか、自分のちょっとピントが外れた提案をしてくるベテランのコンサルよりは、ここっていう内容で提案してくる新人、こっちの方が選ばれるっていうのも全然あるんですよ。 で開業当初は実績がないうちは、本当にこういう仕事の取り方はあのいいんじゃないかなと。で、実績がついてくると、だんだん自分の強みを明確化して、で、実績もついてくるんで、まあ、このベテランコンサルになって、かつ、こういったお客さんの悩みに向き合うという提案の仕方ができたら最強ですよね。でこういったなところに、まあ、僕自身になっていければなと思ってます。まあ、本当は、開業当初の新人コンサルがベテランコンサルに勝てるところ、唯一一一つだけあって、時間だと思うんですよ。 ベテランコンサルって、まだ受注もしてないお客さんに、そんな打ち合わせに何時間もかけるってできないと思うんですね。ただ、新人だとできるじゃないですか、案件がないんで。なので、この時間をかけてお客さんの悩みとゴール、ここにピンポイントで提案するっていうのは、おすすめだなと思います。まあ、ただ、あのこれは大丈夫だと思う,思うんですけど、まあ、実績がな,、ね、ない状態で選んでもらった以上、まあ、結果にコミットしてくださいとか、まあ、ひたすら実務勉強するのは当たり前ですとか、この辺は大丈夫ですね。 おすすめの方法はあの僕も実績がない中で仕事を選んでいただいたんで、あの最初は先輩コンサルにもうコンサルで例えば15万もらったら、例えば10万とかを先輩コンサルに払って、もう自分5万でいいんで、あの黒子として入ってくださいと。で、ちょっと教えてくださいと。まあ、そういった形でノウハウ、経験をお金で買うというやり方はおすすめかなと思います。でま,あま,まとめると、お客さんは実績じゃなくて期待感で買いますよと。 でお客さんの個別の悩みに時間をかけて徹底的に寄り添ってピンポイントの提案をすることで期待感が生まれて選んでもらえますと。まあ、ただ信用して選んでもらった以上責任を果たしてくださいねっていう、こういったことは今日お伝えしたかったことになります。で最後にあの無料特典という形で、あのー、こういった先ほど見せたこの提案書をダウンロードできるようになってますので、これはちょうどまた見ていただければと思います。ということで、これで僕の発表を終わりにさせていただきます。 ありがとうございました。